無欠の妙、不足の美、大人物だ。その二つが響き合うとき、いくつの心が生まれいずる。お家に帰りたいな。あの者に鉄槌を加えるデメを。ここ緊張と回転で目が回っちゃうな。戦で爆発は面白か思考じゃ。大当たりは多いよ。この盤上に老いの次元が見えそうじゃ。おまはちょいと手伝ってくれ。足利公の城をマフラーに締める。末代までの誉れとなろう。私の用途は無駄を死ぬほどか。刑も甚だ失敬だな。おはた、このような敗走許されるはずもない。こたびの相手は骨があるのです。その調子でたぎるがいい。望みのためだけに一匹の鬼は作れた。閻魔の仕業中にはじーとやりすぎねえ。あいにくだが、ケイと違いこうでもせねば満たされなくてね。目が覚めるようなよか立ち合いよ。風情風情、一歩前進といったところだな、友よ。ガボー、やめ、だー。その調子だ。どうだね、ミカルよ。私の勝は見事だな。早い、うまい、そして強い。アシカガコ、どうか手前の戦ばたき、ひいては大友の力、何とぞご承諾くださりませ。絶対うさんくさいって思われてるだろうから、せめてわしが名誉挽回しないと。ここより先通すわけには参りませぬ。こう詰めれば、それでは面白いまいか。ヨシテル様のご期待に応えられぬ地にやったは消えよ。そうとも、立ちはだかる障壁などうぬが手でみじんに打ち砕いてやれ。
何も喋ってくれない。きっとわしみたいにいろいろ考えてるんだろうな。どう思われますか。宗重殿、主を守るための力、その凄まじきよ。感じたことはないかね。この世はすでに壊れているだ。さすがはその方が育てた男だ、風魔小太郎。これはたまらないな。ああ、それはすでに風魔ではないよ。彼の名称は不足の美だ。覚えておいてくれたまえ。行きなさいチェスト、大口スポンサーにいいところを見せるのです。検定の前だ、気組みが感じよう。チェスト、なんとも島津殿の立ち位置がつかみづらい組み合わせだな。そこの君、雑音はやめてくれたな。私はもっとしとやかなる目に興じたいのだ。もっと気合い、しやった先にこそ誠のうつつだ。刀を抜けばどちらかが死ぬ、それだけだ。止められぬか。どの軍勢がここまで圧倒されるとは、凄まじいまでの誠意だ友よ。双方良き試合であった、褒めて遣わす。さあ聞かせてくれ両極よ。私の喉もくちばしもとうに乾いて。気合だ。完全なる器よ、刑の底には何がある。賢き友よ、それを見せてくれるのだろう。まさか世が共有にはおたしなみたまえ。耐えられる側に回ろうと。楽しいな。
不足よ。おかしいな。なぜこの胸に何一つとして響いてこない。ありて焦りつつ楽しんでもらえているかな、友よ。そうだ、ここでも少し趣向を凝らしてみようか。なかなかに面白い立ち合いだったぞ、友よ。喜んでもらえたかね。それは何よりだ。しかし、いささか木さんを誤ったやもしれないな。ん？刑のすべてを響かせる。映し出せるのは彼ではなかったということだ。そう、ちょうどもう一人心当たりを思い出したよ。ほう、では。ああ、今しばらくのお預けだ。